さあ、また孤立してしまったけど、本来だったら、あの、三人別々の視点を動かすんだよね。で、今回はバルツェ視点だから、バルツェが一番先に。はーい、元気？お互い苦労するね。この先一体どう転ぶかな？お互い苦労するねってなんだろう？歩くセーブポイントね。ま、故障歩くセーブポイントやけど。こいつにも正体があったりしてね。う、ああ、あれ、ここはって、おーい。ずいぶんな場所におんな。気がついたかい？あの時の、あなたは一体、前にも言ったはずだよ。私はこの館の主だと。この館一体何なんですか？私のギャラリーだよ。どの部屋も素晴らしい作品で溢れていただろう。作品って何のことですか？君はこの館をめぐり何も思わなかったのかい？え？まるで生きてるような絵画。本物のいい人間と一寸の狂いもなく作られた人形。そしてカプセルに入った美しい人間。そう思って当然さ。なぜなら、彼女たちは皆、元は人間なのだから。そうだろうな。だから怨念がいっぱいあるんだよ。何度も実現実体人、こう繰り返し、何度も渡し込みに作りながら、何度も薬を打っては永遠求め続けた。やっと、やっと美しい姿のまま、永遠に留めておける方法を見つけたのだよ。そんな、美しい女は海外し、カプセルに保存し、気に食わぬ女どもは派手たパーツをえぐり取った。まあ、中には、オルビオがどうしてもというので、仕方なく渡した女もいたがな。オルビオ、どうしてお父さんのことを？お前を手に入れるためだ。お前を一目見た時から気に入っていたよ。艶やかな髪に、宝石のような瞳。まるで人形のようだった。私、あなたに会ったことなんて過去に誘拐されてるから。そうだと、とも。あの時、お前はまだ幼かった。おかげでお前をさらうのも容易だった。ま、あの時は邪魔が入ってしまったかな。もう少しでお前を手に入れることができたというのに。そこで私はオルビオに目をつけた。都合よく奴の妻が死んでな。妻を蘇らせたくはないかと問えば、何の疑いもなく私についてきた。実に愚かな男だったよ。もうやめて！ああ、怖がなくていいんだよ。すぐに楽にしてあげるからね。せっかく君の入っていた牢屋のところに額縁を飾っておいたのに、あったね。まあ、ちょうどここにも額縁がある。これを使ってもいいのだがな。あの何も描かれてなかった絵って。そう。君の居場所だよ。君は、絵画の中で永遠に生きるんだ。いや！嫌だろう。絵画嫌かい？それなら、カプセルはどうかな？だから、そういう問題じゃないんだよ。君の好きな服を着せてあげよう。髪も結って、化粧もして。来ないで！バルツェ！いい歳こいって手癖悪いんだよ、クソ親父が。確かバルツェってさ、前の時はさ、一人でもう、ねえ、行っちゃったんだもんね。貴様！バルツェ？遅れちゃってごめんねー。でもほら、ヒーローは遅れてくるって言うしねー。なぜ貴様がここに？そりゃあ、父親の悪事を止めんのは息子の役目でしょ？え？父、親？バルツェ、まさかお前がここまで邪魔をしてくるとはな。しぶとさ、あんたずりかもね。
レイちゃん。はい。左の道から多分シバのいるところに行ける。え？行ってあげて。レイちゃんが行かないと多分あいつ壊れちゃうからな。まあ、待って、よくわからない。いい子だから、早くシバのところへ。それじゃ、バルツよ。後から行くって言ってもフラグだしねー。ま、なんとかなるよ。悪魔だし。バルツ、行け。あー、行かせてくれるんだ。バルツで。貴様。ほんとこんな父親持つと息子は苦労するんだよ。やはり貴様、例に執着しているな。当然。レイがいなかったら、俺はとっくに壊れた。毎日聞こえる、女の人の悲痛な悲鳴。毎日聞こえる、怪しげな機械音。毎日聞こえる、重々しい鉄格子の音。そして、母までもが、この男に殺された。永遠などという幻想に囚われた。哀れで愚かなこの男に。何度もこの館が出ようと思った。でもできなかった。それは、そうか。死んだ母さんがこんな父さんを愛していたから。あの日記は、そういうことか。俺も、いつか元の父さんに戻るかもしれないと思い、そしてずっと願っていた。そんなある日、父が一人の女の子を館に連れてきた。その子はよく喋り、よく怒り、よく笑う子だった。あなたの名前は？バルツ。私はレイっていうの、よろしくね。誘拐された時か。それじゃあはい、これあげる。何これ。マドレーノって言うんだって、私のおじいちゃんがくれたの。それを言うならマドレーヌじゃない？そうなの？ま、いっか。ありがとう。もらっとく。皮肉なことに、あんたが霊をさらってくれたおかげで、俺は救われた。不謹慎だけど感謝してるのはそこだけ。それ以上はあんたのこと殺したいぐらい憎んでるよ。この館に貴様が来て、したの知っていた。まさか悪魔の姿になってるとは思わなかったかな？しょうがないでしょ。俺の体、あんたがカプセルに保存しちゃってんだから。本当に、お前の体は素晴らしいよ。永遠を約束されたカプセルの中でさえ、お前の体は年を重ねていく。カプセルの中のお前も、今のお前のような姿をしてるんだからな。なんかそれも嫌だね。どうせながら、だけな、体だけでも若くいたかった。それならば絵画にしてやろうか。玄関に飾った。我が妻のようにな。玄関にいたのは妻なんだ。やっと、妻を永遠に生かすことができたのだ。お前ももっと喜んだらどうかね。クソが。妻の隣に流れ飾ろう。そうすれば、ちょっと黙ってくんない？ぐはん！語りが多いんだよ。語りが多すぎるやろ、お前。あんたの顔、見てるだけで無質が走るんだよね。が、貴様とって、もう実は使えない。ただでさえ、貴様の前から奪っておいたのだ。ごめーと、正直動くの辛いよ。もう貴様は私を止めることはできん。私は、何としても霊を手に入れるのだ。ん？なんだあいつは。やっぱり来たね。ちゃんと俺の血の匂い覚えてたみたい。なんだあの化け物、来るな。あんたが霊の父親を騙した結果だよ。そうそう、父親に、が作った。貴様だって食われるぞ。それでもいいのか。いいよ別に。一緒に死んであげる。ま、最初で最後の親子男だったのでも思ってよ。
うわー、来るなー。それに俺言ったよね。これで終わると思うなよってさ。なるほど。あ、零視点になっちゃった。零視点になったバルツ視点から。なんだこれは。本。この本は、お母さんがお父さんにあげた。お父さん。ん？お父さん？レイ。レイ。すまなかった。お父さん。私も狂っていたのだ。妻を惜しがったことを理由に、世の幻想にしがみついてしまった。傍らに、お前がいてくれたことを忘れてしまっていた。レイ、すまなかった。彼は私を殺した。しかし彼は同時に、私を救ってくれた。彼？それは一体誰？彼に伝えてほしい。ありがとうと。お父さん！幻だったのかな？お父さん。あ、歩くセーブポイント！レイちゃんになっちゃったね。で、ここに出てくるんだ。どこに行きゃいいんだ？ね。あ、ここはそうか。入り口か。で、芝を探す感じになるな。カプセルだ。カプセルの中に何か入ってる。中の機体3って書いてある。うん、そうだね。無理そうだな。ん？あれ？私前に、ここに。どうして？なんでここに来た記憶があるの？私はそう。確か奥の部屋で大きなカプセルを見つけて、確か、カプセルの中に誰か、あのカプセルの中にいたのは、あれは、バルツ！そうだ。バルツだった。でも一体どうして、バルツはあくまでさっきまで私の隣にいて、でもカプセルの中に入ってて、あ、でも、私どうしてそんなこと知ってんの？そういえばバルツで、あの男の人のこと父親って、それが何か関係してんのかな？この薬、カプセルに入った人を元に戻せる？あ、芝はそっか、ここだ、ここだ。そっか。レイちゃんのお父さんを殺したのは、僕だったっけ。俺の対価は、思い出のものじゃなく、思い出の記憶。嘘。芝！レイちゃん。レイちゃん来ちゃダメだ！レイちゃん！芝！何があったの？来るな！ごめん、レイちゃん。芝？僕なんだよ。え？僕なんだよ。君のお父さんを殺したのは。え？君のお父さんは、妻を蘇らせるために僕の母さんを殺した。だから僕は殺したんだ。君のお父さんをこの手で。全部思い出したよ。何もかも全部。
僕はバルセに対価として何を渡していたのかも。それは、そう、僕は生きる代わりにバルセに記憶を差し出した。生きる代わり？君のお父さんを殺した僕はもうボロボロだった。体も精神ももう腐ってたんだ。そこにあいつが、バルツェが来た。本当にふわりと現れたんだ。その時僕はどうしてか生きることに執着していた。どうしても生きなければならなかった。でも生きていく気力なんて少しもなかった。でもバルツェは僕に生きる力をくれると言った。その意味が今やっと分かったよ。あいつは僕の記憶を奪ってくれたんだ。僕は押しつぶされないように。分かっただろレイちゃん。僕を置いてこの館を出るんだ。シバ、僕は君から父親を奪った。これは完全なる事実だ。君が望むなら殺してくれたって構わない。シバ、来るな。来るなって言ってるだろ。なんで来るんだよ。あ、ごめんシバ。なんで君が謝るんだよ。私子供だからうまく言えないけど、シバだってずっと辛い思いしてきたのに。私のお父さんのせいですごく苦しんでたのに。気づいてあげられなくてごめん。僕は君のお父さんを殺したのに。うん、僕を許すっていうの？うん姉ちゃん、シバがいてくれてよかった。だってシバがいなかったら私今ここにいないもんね。シバが私のこと助けてくれたんだよ。もういいんだ。もう全部終わったんだから、あとは自分が死ねば。何してるの？え？そんなところで何してるの？君こそこんなところで何してるの？子供が一人で危ないよ。ここよく来るの。悲しくなったり辛くなったりした時に。そうなんだ。お兄さんも？僕はたまたま。でも今すごく悲しいから案外合ってんのかもね。どうして悲しいの？大切な人がね、いなくなっちゃったんだ。大切な人？そう。だから今すごく悲しい。私もね、すごく悲しいの。え？お母さんがね、死んじゃったの。だから、私、お母さんに会いたくて、死のうと思った。うん。それはダメだよ。どうして？死んだって、お母さんに会えるとは限らない。でも、君はお母さんの分まで生きないと。君のお母さんも、君が死ぬことなんてきっと望んでないはずだよ。そうかな。ありがとうお兄さん。え？私もう泣かない。お母さんに会えないのはすごく寂しいけど、でも、お母さんのためにも頑張ってみる。うん。君はそうやって笑っていた方がいいよ。それじゃあお兄さんも笑って。え？お兄さんも悲しいんだよね。それなら私と一緒に笑えばいいよ。お兄さん？ははははは。そうだね。お兄さん、私頑張るから。うん。お兄さん、私が頑張ってるかちゃんと見ててね。
え？でも僕は、お兄さんお名前は？芝だけど。私はレイ。芝、また今度ここに来てね。え？芝がいてくれてよかった。そうだったね。え？君のおかげで、僕は生きようと思ったんだ。あ、レイは覚えてないんだ。シバ？ごめん、レイちゃん。もう大丈夫だよ。僕はもう、大丈夫。ありがとう。本当に。シバ。レイちゃん、その手。え、あ。見せて。違うんです、これは。いいから見せて。ひどい火傷、一体誰に？いえ、これは自分から。自分から？自分からこんなひどい火傷を追いに行ったっていうのか。ごめんなさい、でもどうしても。あ、山の中に手突っ込んだからだ。理由は後でいいから、とにかく応急処置だけでもしよう。幸いここは研究室みたいだし、薬くらいはあるだろう。はい。ちょっと首、生首。生首よ。それで？これは何のやけど？酸に手を入れて、酸か。あとは残るかもしれないな。ですよね。そもそもなんで酸なんかに手を？こうなることは分からなかったわけじゃないだろう？これを取りたくて。これは、何かの薬？実は私にもよく分からないんですけど。それじゃあ、レイちゃんは前にここに来たことがあるってこと？来たことがあるというか、感覚で言うなら、まるでもう一度同じようなことを繰り返してるような感じですかね。ループしてるじゃん。自覚あんのか。なるほど。それで、レイちゃんの見つけたカプセルの中にバルツが。多分、バルツがねえ。芝は何か心当たりないですか？逆にありすぎるくらいだ。え？全部記憶が戻ったからこそわかるんだよ。あいつが消えた今ならね。消えた？どういうことですか？僕の記憶が戻ったということは、あ、そっか、あいつが消えた証拠だ。それって死んだってことですか？僕も初めはそう思ったけど、レイちゃんの話を聞く限り、案外そうじゃないかもしれない。そうだな、話を整理しようか。あいつはきっと、この館の一人息子だ。やっぱりそうだったんですね。でもバルテは悪魔じゃないんですか？この館について調べてるときに、いくつか気づいたことがある。まず一つ目。この館の主、ユオは、美しい人間に執着し集めていたこと。うん。二つ目。ユオは自分の妻を殺し、海外にしてしまったこと。うん。そして三つ目。要は自分の息子をカプセルの中に閉じ込めてしまったこと。それがバルツェ？多分ね。おそらくカプセルに入ってるバルツェはただの入れ物だ。入れ物。僕たちと一緒にいたバルツェは僕たちで言うとこの精神ってやつだと思う。難しいですね。そうだね。おそらく死んだ精神は体の方に戻ってるはずだ。それじゃあ、生き返るのか？今はそう信じよう。あいつは精神の上に悪魔に待ってる。一体何をしようと。行こう、芝。バルチェを元に戻さなくちゃ。手は平気？はい。さすがお医者さんの息子さんですね。レイちゃん。さ、行きましょう。で、芝と合流したと。で、カプセルのところに向かうって感じだね。檻の作り方さ、雑すぎない？お、なんだ？手だ。なんだ、手だ。もうやめてよね。もう終盤なんだから驚かしもね、ほどほどにしてほしいわね。で、芝が入ってセーブポイント。はい。同じような廊下が続くな。あ、そういうわけでもない。ここだけなんかちょっと気になるけど、特に何もない。ここも開かないみたい。え？
鍵になるものがあるのか？鍵？ろうそくに火をつけますか？まあ、とりあえずつけてみましょう。届かない。貸してごらん。あー、ありがとう、ありがとう、ありがとう。で、これで開くのか。よし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 。わあ扉やこの扉のグラフィックなんとかならなかったの？怖いんだけど。いや、まあ、そうだ、そうであるべきかもしれんけどさ。さあ、この扉の奥、うおぉ！あ、最後だ。最後の場所だ。ここは。まずいな。これは少し荒っぽくなりそうだ。お母さん？姉ちゃん？うん、違う。だってお母さんなら。それに、もしあれが君のお母さんなら、絶対君を襲ったりしないと思うけど。バルツェのセリフだ。私のこそ襲ったりなんてしない！あれ？この言葉誰が言ったんだっけ？姉ちゃん、考え事を後にして、今目の前のことに集中するんだ。行くぞ！あ！またこれやるんだ！これやるんだね。うわー！最後！頑張れ！難易度が高いのよ。だってこうなるんだもん。初回より難易度が高い。てか、瞬間移動してくるのはズルでしょ？ほらー！うおー！ここだ！ここ！よし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 。ん？終わったのかな？みたいだね。りーちゃん？なんですか？大丈夫かい？顔色が悪いみたいだけど。それはね、二回死んだかも。二回死んだら顔色も悪いだろう。もしかして手が痛む？いえ、そうじゃないんです。なんだかこんなこと前にもあったような気がして。うん、前にもあったし、同じようなやられ方したわ。瞬間移動したから。こんなこと日常であるとは思えないけど。それもそうですね。でもこれだけじゃない。いろんなことが前にもあったような。地震？レイちゃんこっちへ。あ！道が開いた！止まった？大丈夫、レイちゃん。はい、平気です。あ！今の地震で壁が崩れたのか。天井は崩れなくてよかったね。向こうに部屋が見える。どうやら進めるみたいだ。よかった。危険かもしれないから、レイちゃんは僕から離れないでね。わかりました。いい返事だね。さ、行こうか。まだ、あるのか？うわ！割と綺麗な部屋だね。あれ割と綺麗だな、この部屋。まるで子供部屋ね。もうなんか割と綺麗だよ。今までの部屋とは違うぐらい割と綺麗だよ。穴は開いてるけど、まあ。割と綺麗な部屋だ。あ！さっきの地震で、バルツェなのか。バルツェ！姉ちゃん！バルツェ！死んでないよね。今からそれを確かめないと。姉ちゃん、危ないから少し離れて。はい。バルツェ！おい、バルツェ、しっかりしろ！どうしよう、私どうしたらいい？落ち着いて、姉ちゃん。本当かどうかわかんないけど、姉ちゃん取ってきたあの薬使ってみるか。そうだ、その手がありましたね。頼む。うまくいってくれよ。どうですか？バルツェ？うわ！だー、なにこれ。体重すぎ。バルツェ！うっさ、ちょっといきなり叫ばないでくれる？って、あら？俺なんでここにいんの？てか人間の体？ったく、本当に大変だったんだからな。バルツェのバカ！待って、ちょっと整理するから。確か1回目は死んだよな。で、さっきまで2回目のルートを進んでたはず。何言ってんだお前、頭で打ったのか。
なんでそういう言い方しかできないわけ？こっちはこっちでいろいろ頑張ってたんだから。そうなの？そう！同じ世界で同じストーリーを2回も見て、ちょっと、言い方何？どういう目線なの？バルツで。同じ世界？ループ？気にしないでこっちの話。本当、相変わらずだよな、お前。そっちも相変わらずで安心したよ。記憶を今と戻った今、どうなってんのかって思ってたけど。ま、乗り越えないな、いいんでないの？俺一人だったら、多分乗り越えられなかったと思うよ。それは知ってる。ありがとう、バルツェ。俺は別に何もしてないけどね。めっちゃ色々した気がするけど。体の方は大丈夫なの？ずっとカプセルの中に入ってたんでしょ？多分大丈夫。恐ろしいぐらいに体が重いけど。ま、何年も精神術にしてたらこうなるよ。で、出てこの館が出る。でもここバルツェの家なんでしょ？出口とか知らないの？普通の出口から出られないからね。玄関も消えちゃったし。ん？何？フラッシュが。あれ？ここは、最初のところ。みたいだね。あれ？あ！母親の、が消えた。絵が消えた。そんな感じはしないっぽいけど。絵の向こうに光が見える。島バレッセ、外だよ。出口見つけた。あら、案外あっさり。ようやく、終わりそうだな。ほんと、粋なことするよね。母さんも。本当だな。そういうとこ、お前に似てるよ。ふん。そろそろ光を浴びたいし。ハッピーエンドだ。ありがとう、母さん。あー、すごい粋なエンディングだ。めっちゃ粋なエンディングじゃん。いやー、面白かった。長い長と3時間ぐらいプレイしてたのか、このゲームは。まあ、日は分けてありますけどね。いや、ありがとうございました。バルツェもちゃんと生き返ってよかったな。ちょっと不安だったんだよね。バルツェ、どっちだろう、生き返んのかなって。バルツェのしてんよな。同じ物語を2回もループしてるっていう、言うんだ、それって。天のしてんじゃん。いやー、ありがとうございました。一応この思い出の記憶は続編があるんで、ちょっとそれをね、やりたいなと思ったんですよ。制作者、サラさん、ありがとうございました。あ、へえ、うまいもんだね。そうかな。怪我、もういいの？うん、もう痛くないよ。前よりピアノ弾きにくいでしょう。そんなことないよ。今までだってそんなに弾けたわけじゃないんだし。大して変わらないよ。あと、やっぱり消えなかったか。え、本当にごめん。気にしないでっては、私が勝手に行動してこうなったんだし。バルツェのせいじゃないよ。でも。そうだ！私バルツェに聞きたいことがあったの。すーぐそうやって話題変えんだから。で、聞きたいことって？バルツェが悪魔だった時、シバと何を契約したの？え？対価じゃなくて契約の方ね。あー、なんだったかなー。あ！確か、お前が幸せだと思えないまま死ぬは絶対許さないだったかな？なんか全然悪魔らしくないね。なんでそんな契約にしたの？そうだね。気に入らなかったから。え？自分だけが不幸みたいな、この世の終わりみたいな顔してるあいつが気に入らなかったから。俺よりも幸せなのにそれに気づかないあいつがムカついたのかもね。あん時の俺は心狭かったなぁ。ワルツェ。その契約が達成できなかったせいで、俺はなけなしのマリック使って時間を巻き戻したわけだし。ああ、君がそうやったのね。時間を巻き戻す？何それ？内緒。ケチ。それに今は違うよ。え？
今は誰よりも幸せだと思ってるからね。あ、シバ。タイミング悪。何か言ったか？いいえ、何も。シバ。何しに来たの？ルイさんに頼まれて知ってんだろ？レイちゃんのやけどの治療だよ。でももう痛くないし、私は平気だよ。念のためにね。ありがとう、シバ。チェ。おー！みんな、マドレーヌを焼いたよ。よかったらおいで。マドレーヌ。いや、僕は結構です。はいはい、俺食べまーす。居候してる奴が何よ。みんな行こうよ。おじいちゃんのマドレーヌすごく美味しいよ。はいはい。それじゃあみんなで行くか。やったー！思い出の記憶、悲しい現実、真実、エンド、君と一緒にいたいから。え？何これ？ウサギ。申し訳ないですが、スタッフロール？スタッフロールのあのおまけ部屋ね。うさぎになってるからびっくりしたもん。モノクロです。こういう使い方に憧れてたんですよ。はい。名前ないですよ。途中ミアンに預けてもらおうかなと考えてました。結局そのシーンはなくなってしまったのですが。クリアおめでとうございます。私のこと覚えてますかしら。美しい。この人の顔からバンバン出していきたかったんですが、残念ながらあまり出ませんでした。というか最初だけしか。オルディオ！クリアおめでとう！感謝するよ！お姉ちゃんのお父さんです。ジュリアさんを失った悲しみから狂ってしまい、自分で新しい技術を作るので自殺を持ってしまった方です。本当はいい人なんです。真実なんですじゃないんだよ。ジュリアちゃんを愛し、ルイちゃんを大切に思ったのは真実なんですと熱く語ってみる。いいね。アラルド！あれこれ前回のアラルドじゃん。イケメンにしてステージしていろいろ大変でした。何が愛してるだ、恥ずかしい。面白いなぁ。ミヤだ。主人公補正かかりまくりでした。作者は動物を好きするというままに、どうしても動物に好かれるという体質にしたかったのであります。金髪なのか緑の髪なのかという議論が起きてしまったので、正直すまんかったと思っている。顔文字よ。はいはーい。クリアお疲れ様。2周すると混んじゃんねフェルト。こういう一見優しそうに見える人とか怖いですよね。別にヤンデにしようとか全然考えずに気づいたらヤンデになってました。ほんとにいつの間にか。クリアおめでとう。ここまで導いてくれてありがとうね。言わずもがら本作の主人公、レイちゃん。途中で15歳という設定を忘れ、焦った。結果、随分と頭の切れる15歳児になってしまった。バルツにシバとよりどみるような小悪魔。しかもシバは優秀な、この15歳児スペックだけ。子供感を出したかったんですが、あれれ、ね、はーい、クリアお見事、お疲れ様。本作に登場したバルツェさん。いつもはやる気ない感じなんですけど、やるときはやる男です。小さい頃に姉ちゃんに会ってから彼女を好きになるという何気に精神を満喫しています。見た目は黒髪赤目のアロードさん被ってるし、キャラフェルトと被ってる感じがいない。おかしいなぁ。シバ。イケメンすぎてやべえと思いました。アロードさんしかり。この人の設定が一番大変でした。ま、たまにはいいかと思い、その結構。おい。アリシア、アリシアね。モノクロの記憶のね、ヒーラーでもあります。こういった勝ち気な、でも人一倍優しいお母さんにすごく憧れます。しかも気遣いがうまい。私の願望を形にしたお母さんです。いや、願望かや。こういう使い魔的に憧れたんです。主人公の友はやっぱり竜でしょうと思いながらも、いや、さすがにいかついのはちょっとと考えた結果、この頃発見いたしました。実は鳴き声は本作のセーブポイントでもあったあの鳴き声と同じです。使い回し申し訳ないです。だってこの鳴き声可愛いんだもん。ナビア！え？誰？
あ、アララさんのお母さんです。すいませんでした。誰ってなったね。ナビアさんの強い魔力に夢中でして戦争になくなってしまいました。最後の最後にミアを助けてくれて頼れるお母様です。あー、見てない。サーシャ、あ、サーシャって名前だったんだ。シバのお母さん、密かにサーシャという名前をつけておりました。本作には登場しなかったけども、シバのお母さんということで銀髪、そしてユウヤさんと同じ青い瞳、ふわふわと漂う感じが最高です。実際に実験に使われ霊となってでも息子のことが気に入ったサーシャ、息子思いの優しい人なんです。あれ、結局みんな優しくね。おお、ユウこいつま、マジこいつねえわー的なキャラに仕上げてみた。そしてバルツのお父さん、前作の敵フェルトとはちょっと違った大人な感じにしてみました。これぞ悪役。でも奥さんのことは本当に愛してたんです、多分。おお、クリア、本当におめでとう。よくこれ頑張ったね。とにかくいい人、優しい人、孫は溺愛な人。初めはこの人を医者設定にしようとかと考えたのですが、最終的には老後を楽しむコレクターにしました。孫が好きすぎて自分で作って楽しかったです。セーブポイント、動物ちゃん2匹目。黄色の子はレイちゃん担当ということにしました。男チームはこの子です。しかも途中で黄色子は離脱しちゃうからね。実はお母さんだったわけだもん。え？さりげないさ、爆セットあるんじゃねえかよ、ここに。はーい、というわけで無事に思い出の記憶完走しました。ありがとうございました。いやー、いいゲームだったな。一応こちら続編があるようなので、それをプレイしたいなと思ってる所存でございます。その時はね、またよろしくお願いします。はい、じゃあ今回はこのぐらいで終わりたいと思います。お疲れ様でした。